長良川の戦いで父道山を討った斎藤義達は新たな国司として美濃統一を強引に推し進めていた。その中で道山に味方した勢力は残らず駆逐され、明智光秀も消息を絶つ。一方東海の覇者今川義元は姪の瀬名を家康に嫁がせることで三河を支配下に置くことに成功。その勢力圏は駿河、遠江、三河の3カ国に及び、いよいよ天下に号令戦と動き始めていた。斎藤、今川が勢いを増す中、弟信行の命と引き換えに内乱を鎮めた信長は家中の立て直しを急いでいた。しかしそんな折、今川義元が大軍を率いて尾張に侵攻を開始したとの急報がもたらされる。桶狭間の戦い。信長様、鷲津丸根の領取り出より急死が、今川の大軍が尾張に向け動き出したようで。で、あるか。頼りになる信行兄様はもういない。利家も出て行ったっきり帰ってこない。姫、ないものばかり数えても勝てはしねえ。信長様、まずは家中の者たちを集めて軍議を。軍議などいらん。すぐに陣触れを出せ。支度が整い次第出陣するぞ。は、承知。柴田の旦那、いよいよ今川と対決ですか。こりゃ手柄も上げ放題ですかね。気楽な野郎だ。相手は今川義元だぞ。本気で勝てると思ってんのか。さあ、おいらには分かりませんが、信長様なら何かやってくれると思いますよ。いい加減なことを。だが確かに信長様は諦めが悪い。なら俺たちはその諦めの悪さに従うのみ。ついに今川が攻めてきたそうね。これで織田家もおしまい。残念だわ。しまいかどうかまだわかるまい。あなた、まさか勝つ気でいるの？当たり前だ。いかな大軍も不意をつけば崩せる。俺はこの戦で義元を討つ。本気なのね。呆れた。最後に立っているのは俺か義元か。機長、お前が見届けろ。いいな。ええ、そうさせてもらうわ。俺のやり方見せてやろう。
皆の者、兵を進めよ。今川との兵力差は歴然。正面から当たっても勝ち目はあるまい。前線の味方が敵を引きつけている隙に桶狭間山を抜け、田楽狭間に奇襲をかけるぞ。敵襲か。よしのため感動にも賞を置いていたか。急ぎ打ち払い、田楽狭間へ向かうぞ。本陣を置く前哨寺砦が落ちれば終わりだ。その前に勝負を決してやる。我が命、ここで突き落とは。打ち死に。一射撃だ。打ち死に。あれ、こんなところで打ち死に。打ち死に。惜しまずいかけよ。織田勢を生きて返すな。信長様、大竹をお頼み申しましたぞ。打ち死に。あの者らの死は決して無駄にせんぞ。煉瓦狭間は目の前だ。この勢いで進め。開門。吉本、覚悟。な、奇襲だ。皆の者、落ち着け。食らえ、開門。お相手いたす。敵将討ち取ったぞ。力及ばすか。なんと目覚ましきご活躍。頃合いか。信長を包囲せよ。本田平八郎忠勝、離散。何？奇襲が読まれていたか。影武者に増援。私たちがどう動くか吉本にはお見通しだったよ。あそこが敵本陣ってわけ。見てなさい、すぐに落としてあげる。落ち着かれよ、姫。敵が来たならば迎え撃つのみだ。開門。吉本は田楽狭間に着陣したと見せかけて俺を本陣より釣り出そうとしたのだ。策が当たり、吉本は慢心しているはずだ。その油断をつけばまだ勝機はある。信長様はぶちか。くそ、俺がいねえ間に。食いてる場合じゃねえよな。どけどけどけ。槍の又瀬様のお通りだ。又瀬め、ようやく戻ったか。役目は果たした。聞こう。潮時か。織田も少しはやるじゃねえか。七にとどまる通りはない。急ぎ抜けるぞ。開門。信長様。遅い。いいから手を貸せ。待たせ。お前の力が必要だ。おお。なんだってやってやるぜ。終わりのうつけめ。まだあがきおる。世に立てつく愚かさをその身で知るがよいわ。
こか吉本。次から次へと。このままじゃさすがに厳しいか。あたた権六を助けて引き上げさせよ。起死回生の一手がある。成否はお前次第だ。分かった、俺に任せてくれ。もはやうつけは風の前の塵に同じ。家康よ、そのまま押しつぶしてやるがよい。兄上に加勢したいところだが、今川には恩がある。裏切るわけには。開門。家康、やはり来ていたか。前線の砦は手薄のようだ。奪い返せば敵の規制を削ぐことができよう。討ち死に。めっきよ。討ち死に。めっきよ。敵将討ち取ったぞ。めっきよ。意地は見せたわ。もうよかろう。せっかくの奇襲も無駄に。まだ負けを認めないの。戦はこれからよ。屋敷で諦めてはメイドで信行に合わせる顔がない。信長様が来てくださったぞ。みんな踏ん張ってこうぜ。我が不明恥じるばかり。討ち死に。よし行くか。であるか。いやはや、さすがでございますな。俺をうつけと侮ったか。耐えきれん、引かせてもらう。信長様、足を引っ張っちまったようで、すみません。兄様、大丈夫、私はまだ頑張れるよ。ご活躍。厳しい状況だな。めっきよ。めっきよ。もう最悪よ。めっきよ。敵将討ち取ったぞ。めっきよ。皆大義。目つきよ。さればこの砦は手放してすぐに撤収せよ。代わりに承知。皆砦から撤収するぞ。他の戦地にいる味方にも伝えよ。一兵でも多く欲しい。かき集めよとな。敗北条件変更。くらえ。めっきよ。敵将討ち取ったぞ。奪還がなったか。これで少しは砦を守って撃たれた者たちの手向けとなろう。討ち死に。兄上、戦いたくはありませんが、吉本公園の義立てがまだ
霧に縛られ忍獣の道を行きたいならば止めません。だが悔いは残すな。目障りだ。力負けしているか。俺をうつけとは侮ったか。壊してくれる。叶う相手ではなかったか。お見事にござった。進むべき道は己で見定めるもの。行け家康、あとは好きにせよ。兄上、しばし時をください。織田は本陣を捨てて逃げ散った。うつけのあがきもここまでよな。開門。今川が動いたか。策がなるまで時を稼がねば。家康様が引かれたようだ。我らも一旦引き上げよう。今川の強さ、尾張の者どもに見せつけよう。引くことは断じて許さぬ。悔しいが、ここまでか。俺をうつけとは侮ったか。悔しいが、ここまでか。およ不破の偉大さ、その身に刻むがよいわ。顔がない。岡部様が敗れたようだぞ。どうすれば。この俺を止めようとて無駄よ。まだ懲りぬか。さらに攻め立てよ。つけ目に他者の部位を見せつけるがよい。開門。来たな。全軍かかれ。油断した今川勢を突き崩すのだ。後ろから織田勢だ。めっちゃこれで今川勢は崩れよう。今こそ義元を討ち取れ。己まだあがくか。いかに羽虫が騒ごうと今川は微塵も動じぬわ。戦況がひっくり返った。兄様が諦めなかったから道が開けたんだ。本陣を空にして敵の油断を誘うだなんて、あの人に驚かされてばかりね。この信長こそが天下無双よ。おじさまには指一本触れさせないんだから。やはり兄上と共に歩むのが徳川の道。瀬名には引いてもらう。家康、腹をくくったようだな。おじさま、ごめんなさい。開門。残すは義元の首ただ一つ。来るかうつけ、余が手塚、引導を渡してくれるわ。討ち死に。
討ち死に。討ち死に。これをうつけと侮ったか。討ち死に。なんと見事な。しいな吉本、その首もらいに来たぞ。身の程を知らぬうつけ目が、己が無力に絶望し果てるがよい。吉本、その胆力、波ではない。俺の力を尽くさねばなるまい。負けおったか。力なき者は力ある者に従うが道理だったな。左文字を掲げ天下を滑るは今川義元ぞ。いお前の野望も左文字もこの信長がもらい受ける。
それで、あの赤子はどうした？ああ、公園に預けてきたよ。食うに困らねえようにはしてくれるはずだ。そうか、手間をかけたな。なあ、信長様、少し織田を離れて頭を冷やして、俺はお前ら兄弟の本当の思いに気づいたんだ。だからこの先は何があろうと信長様についてく。それだけは言っとくぜ。ああ、覚えておこう。この先ずっと今川にこき使われるものと思ってたが、どさくさで独立できて万々歳だな。それも兄上の寛大な処遇あってのことだ。この先の戦いでしっかりと恩を返さなくては。今川に従うことで生き残ってたくせに、いい気なものね。瀬名、吉本公はもういないのだ。そなたもここが嫌なら駿河に戻ってもよいのだぞ。おじさまの言いつけで私はあんたに嫁いだの。おじさまはいつも正しかった。だから今川には戻らない。一生あんたから離れてあげないから覚悟なさいね。これからもよろしく頼む。見届けたわよ。最後に立っていたのは確かにあなただった。言っただろ、俺は殺されても死な。本当にそんな気がしてきたわ。おお、お前が笑うとは。不思議ね、あなたといると心が少し軽くなる。少しか。お前の心にはまだ親父殿が居座っているらしい。そうかもしれない。いつか父上の呪縛から解き放たれる日は来るのかしら。